さあ、シロナガス島への帰還続きからやっていきましょう。今回は、なぜか血だらけで倒れているアビーさんですね。お話伺いましょうか。アビーさんは結局、組織側の人間で、暴走してるヴィンセントを止めようとしてたのかな。まあ、ちょっといろいろお聞かせ願おうか。もう助からないっぽいのでね。まあ、上から行こうか。現在の状況。アビー、俺たちの前から消えた後、一体何があったんだ？大まかなことはお前たちも把握しているはずだ。我々はお前たちを殺すためにジェイコブと屋敷の連中の死体を使って追っ手に仕立て上げた。ん？待てよ。お前たちを殺すためにジェイコブと屋敷の連中の死体を使って追っ手に仕立て上げた。なるほど。一旦ジェイコブとグルだったのか。ああ、それはよく知っている。随分と世話になったからな。あ、ジェイコブとグルじゃなくて、ジェイコブの死体を使ってってことか。それに続いて、あの蜘蛛の化け物に、化け物を差し向けたってことか。そうだな。あれも、屋敷側の、兵器？お前たちがどうやってあれから逃げおおせたのか、興味深いところではあるが。まあ、もうそんなことはどうでもいいことだ。いや、しっかり逃げおおせたよ、エレベーターで。リールのおかげでね。そこまでは理解できたが、なぜお前はこんな羽目になっているんだ。さっきヴィンセントがどうとか言ってたようだが。奴は私に、お前たちの始末がついたかどうかを確認するように仕向けた。万が一、生き残っていたのなら、それを始末しろと言い含めてな。だが、それが奴の罠だった。ヴィンセントはあの死体どもの頭の中に私を襲うようにプログラムを仕込んでいたんだ。なるほど。プログラム？つまりお前はヴィンセントが仕向けたゾンビたちに襲われたってことか。死体程度に遅れを取るつもりはなかったが、奴は用意周到だった。逃れられない状況、数を用意し、完全に私の不意をついた。まあ、アビーさん結構肉体派だからね。登場するたびなんか力強かったり、ネネコを取り押さえたりね。ヴィンセントは腹の底が見えない男だ。もっと注意を向けておくべきだったな。なるほど。それが裏切り行為ってことかな。ヴィンセントの裏切りか。もうちょっと聞きますよ。そうだ、ジゼルはどうなった。やつは俺たちと対峙した後、お前たちのところに向かったと思っていたんだが。やつなら死んだ。いや、せめて最後の瞬間を見届けさせてほしい。いや、その見届けるとかいう、そういう興味あるわけじゃないんですけど、別に。いや、せめてね、今までの登場人物全員死体が映ってますから、死体が映ってるというか、まあその死ぬ瞬間は見れてるわけだから、瞬間は見れてないか、まあどっちでもいいか。そんななんか画面外で？嘘？いや、すでに死んだに等しいといったところだな。まだなんだね。よかった。やつは我々を狙っていたようだが、こちらも腕には多少の覚えがある。奴も素人というわけではなかったようだが、所詮は多勢に無勢だ。すでに捕らえられ、今は我々の目的のために利用されている。用が済めばすぐにでも殺されるだろう。シロナガス島の悪魔をでも管理してたのは、ジゼルなんじゃないのかな。まあ圧倒的かつゾンビの数とかでやられたってことかな。多勢に無勢、目的のためね。待て、そもそもお前たちが反乱を企て俺たちを殺さなかった理由は、犯人 X、 ディゼルが持っていた解除コードとやらにあったんだろ。そいつの正体は何だ。確かにそうか。だから泳がせてたんだ、屋敷側も。解除コードとは、かつてこの島にいたある研究者が設定したロックを解除するものだ。それを使えばこの島に眠る完全な不死を復活させることができる。完全な不死、なんだなんだそれ。パーフェクトフェニックス。パーフェクトフェニックスは不死鳥か。まあ何でもいいわ。そのため我々はそれを欲していた。つまりお前たちはそいつのためにジゼルに手を貸したってことか。我々は手を貸していたわけではない。ただ傍観していただけだ。確かに奴は己の正体を隠し、交渉材料として解除コードを提示した。だが確証もなしにそれを真に受けるほど我々はバカではない。
我々はその真偽を確かめるために協力を装って奴の正体を探ることにしたのだ。どうやら奴はレイモンド卿に対して島の内情をバラすと脅しをかけたようだな。そのためレイモンド卿は不穏分子の炙り出しに躍起となった。なるほど。だからレイモンド卿はみんなの前に姿を現さなかったりしてたわけね。その結果が例の招待状か。奴が送りつけた手紙には島の関係者でなければ知らないはずの詳しい内情が書かれていた。ほう。レイモンド卿はその情報の漏洩を恐れ、自らの手によって裏切り者の正体を暴こうとしたのだ。なるほどね。そしてジゼルは当初の目論見通り招待客の中に紛れ込むことに成功した。脅し、挑発によって相手をコントロールする、なかなかの手さばきだ。すべて承知の上でジゼルを見過ごしたってことか。奴がレイモンド卿の、奴がレイモンド卿の命を狙っていることは十分考えられたはずだ。我々にとって、レイモンド卿は別の組織の息がかかった邪魔な存在に過ぎない。ああ、そうなの？消されるとしても、それはむしろ好都合だった。そうなんだ。別の組織の息がかかる。組織っていっぱいいるんだね。だが表立って協力するのはまずい。解除コードの件が嘘だった場合、次に消されるのは我々だからな。レイモンド卿が殺されるとしても、あくまでもそれは奴に殺される必要があったのだ。我々が手を貸したのはせいぜい招待客の部屋割りの調整と通信装置の破壊程度のことだけだ。ああ、屋敷側がやってたんだ。まあジゼルと協力してそれやってたのか。なるほど。やはりあれはお前たちの仕業か。ジゼルにはあれを壊すだけの時間的余裕はなかったからな。そしてレイモンド卿の遺体が発見された頃、ジゼルは我々に解除コードの存在を裏付ける決定的な情報を伝えたのだ。それで我々の行動は決定した。目撃者を消し、この島の研究を我々のものにするとな。なるほどね。そのコードとやらが本当に手に入るかどうかもわからないってのに、随分と思い切った行動をしたもんだな。それにお前たちだって命を狙われることになる。それをはるかに上回る魅力が解除コードにはあったということだ。相当なんだね、その解除コードっていうのは。まあ今言ってますけど、はるかに上回る魅力って。でもさ、そんな魅力あるもんジゼル、教えるかな。あれはこの島に残された最後の木、この世界の断りを激変させるほどの力を持つものだ。すごい、すごいことになっているじゃない。マジでダイナマイトを発明した人じゃん。ノーベルさんじゃないですか。てんてんてん。今は無駄話をする暇はない。すいませんでした。いや、結構まったりお話しされてたんで時間あるかと思ったんですけど。じゃあヴィンセントの目的でも、アビーとヴィンセントはもともと同じ組織だったけど裏切りをしていたってことだもんね。ヴィンセントの目的は何だ。奴は何をしようとしている。その解除コード独り占めとかかな。さあな、この島の研究を奪おうとしていることは確かだが、その行動原理がどこにあるのかまではわからん。奴が別の組織のスパイだったというのならまだマシだが、私欲に取り憑かれた野心家だったのなら最悪だな。まあ前者も後者も嫌だけどな。ヴィンセントは俺に新たな世界が始まる、この島がその爆心地になる、そんなことを言っていた。言ってたな。この意味が何だかわかるか。それは本当か。だとするとまずいな。まずいですか。どうやら奴は思いもよらないほどの野心家だったらしい。後者だった。本来この島の根幹に関わるものは全て何重ものチェックを行い、利己的な思考の人間を弾くシステムになっていたはずだ。どんなシステムなんだろう。この何重ものチェックで利己的な思考の人間を弾けるシステムってどんなシステムなんだろう。私とヴィンセントは同じ組織の人間だが、今までそのような危険な兆候を感じたことはなかった。どうやら奴はこの島の研究を全て自分のものにするつもりらしい。この世界を支配でもするつもりなのか。バ
仮面。暴走者か、言うたらまあ。確かにこの島の研究は相当に危険だ。悪用すればとんでもないことになりそうだな。だがそんなことをすれば、訪れるのは真の混沌だ。真の混沌。世界秩序は崩壊するだろう。トゥルーオブカオス、カオスオブトゥルーか。どっちでもいいな。なんか横文字に従う癖あるな俺。つまりヴィンセントはこの島の研究を独り占めにして他の連中を皆殺しにするつもりってわけか。おそらくはそんなところだろう。いや、奴の真の目的はおそらくこの島に残された最後のピース、完全な不死にある。完全な不死。同じこと言ってた今。お前もあの動く死体たちを見ただろう。あれはまともな思考すらできない出来損ないだが、もしもあの不死に理性が備わるとしたらどう思う。正真正銘の化け物の誕生ってわけか。そうだ、おそらくヴィンセントの真の狙いはそこにある。でももうあの雲を潰したよ。あの雲ならもう潰したけど、エレベーターで。ヴィンセントは己の私欲に突き動かされている。奴を殺せ、池田線。ああ、そのつもりだ。軽い返事。じゃあ下か、島で行われていた実験、この島では一体何が開発されていたんだ。ここで研究されていたのは不死の技術だ。寿命、病気を克服し、人間を不死の存在へと引き上げるプロジェクト。あ、人間が不死になれるんだ。あのロボットみたいな奴らが不死なだけじゃなくて。それがこの白流す島で行われていた研究の真実だ。不死だと？この島で開発されていたのはあの化け物じゃなかったのか？同じことを言ってくださる先から池田千さんがありがたい。あんなもの、あれは研究の副産物に過ぎない。不死に至る改造の途上で生まれた出来損ないをどうにかして利用できるようにしただけのものだ。なるほど。しかし不死か。どうやらネネコの読みは当たっていたようだな。じゃあつまりその研究は完成したってことなのか。あの動く死体や化け物を見ただろう。たとえ不死になれるとしても、あんな下手者になり果てるのなら誰も不死なんて望まない。不死研究はあと一歩のところまで迫ったが、その途上で頓挫した。そして不死研究は別のアプローチで進められることになった。そのアプローチとは別の？まとめて話してくんないかなこれ。なんでこう毎回分けるんだろう。こっから上聞く人とかいないから多分。別のアプローチってのはなんだ？お前はその技術をすでに味わったはずだ。脳ハッキングの技術だよ。だいぶ方向性変えたね。90度とはいかなくても60度ぐらいは変わってると思うけど、方向性。次に我々は人間の意識をデジタル化することによって不死に到達できないかを模索し始めたのだ。まあまあでも根本から違うけどな、人を不死にするのとデジタル化は。なるほど、それがあの装置か。ある一人の天才によってその技術は半ば完成に至った。天才。人間の脳の情報を別の媒体に移し替え、実際の頭脳同様に動かす完全なイミュレートに成功したのだ。まあ我々はその実験というか、まあ実験体になっていたしね。実際めちゃくちゃ騙されたし俺も。だがそれだけでは単に PC 上に脳をコピーしたに過ぎない。過ぎないっていうか、まあすごすぎるんですけどね。それだけでも。そこで我々は脳細胞を徐々に機械化するアプローチに入った。怖いこと言い始めたよ。そのアプローチならば新陳代謝と同様に人の意識は途切れることなく一続きに不死へと到達できる。一つなぎ、大秘宝みたいに言ってんな。だが結局それは現代の技術力では到底不可能なことだったのだ。結局その研究も頓挫し、後には脳ハッキングと意識をデジタル化する技術だけが残ることになった。なんか頓挫多くない？やる気ない研究者たちばっかだね。
なるほど。結局それらは脳からの情報の吸い取り、あるいは脳に情報を書き出す技術に転用されたというわけか。そしてこの島の不死研究は頓挫した。いや違う、完全な不死はすでに完成していた。あらまあ、ちっちゃい通どういう聞き方。待てよ、不死はどのアプローチでも不完全なものだったんじゃないのか。完成したしていたっていうのはどういうことだ。完全な不死の影響力を恐れた研究者はわざと不完全な生物を作り出し、その存在を隠していたのだ。あの化け物か。もっとも、そのことに気づいたのはその研究者が自殺した後のことだったかな。なんで自殺しちゃったのかな。研究者は自らの研究に基づいたデータを特別なセキュリティシステムの中に組み込み、それに厳重なロックをかけた。なるほど、それを。研究者の死と研究データの凍結によって、それ以後この島の研究は極度の停滞状態に陥ることになったというわけだ。なんか難しい話してるけど、完成して公には公開せずロックをかけて研究者が自殺しちゃって、それの解除コードってことか。なるほど、リールが言っていた島の研究が滞った原因はそれだったのか。完全な不死は決して利己的な人物の手に落ちてはならないものだ。闇に葬り去られた完全な不死のデータか。ここで現在の状況、過去のことをいろいろ聞き続けて現在の状況。そうだアビー、アウロラという名前に覚えはないか。誰だそれは。そんな名前覚えはないが。ないか、おかしいな。ジゼルも言ってたのにね。ジゼルがアウロラって呼んでたんだよね、シロナガス島の悪魔を。ジゼルはあの化け物シロナガス島の悪魔のことをそう呼んでいた。それに心当たりはないか。ないな。ただあの N131 は元は人間の娘から作られた化け物だと聞いている。ほう、なるほど。もしかするとその娘の名前なのかもしれないが、だが私の記憶では N131 の素体はそのような名前ではなかったはずだ。あれ？あるいは秘密の名前ということなのかもしれない。この島の少女たちの間ではそのような秘密の名前を名付け合うことがよくあったと聞いている。秘密な名前？アウロラ・ラビーリアが秘密の名前か。しかしだとすると、やはりジゼルはこの島の生き残りってことなんだろうか。この島から逃れられた人間は一人もいなかったはずだ。じゃあ誰なんだろうね、ジゼルは。いや、そういえばかつて一人だけ島から逃げ出した娘がいたと聞いたことがある。いるんかい。自分の発言撤回するの早いな。だが結局その娘も死体で見つかったはずだ。いないんかい。どっち。あるいはその娘は死体を偽装して生き延びていた。それがジゼル。かなり薄い可能性だが、あり得るかもな。なるほど、それで解除コード持っていると。そうか、だから N131 は奴を襲わなかったのか。まずここに来て限界で、結構喋って20分弱ぐらい喋ってたよ俺ら今。ここで限界。おい大丈夫か、しっかりしろ。どうやらもう限界のようだ。まあでも都合いいタイミング、都合いい女ですね、アビーさん。だいぶね、知りたかった情報すべて知れたもんね。タイムリミットとかなかったもんな。頼んだぞ。頼まれちゃった。受け出せん。ヴィンセント必ず止めろ。結局正義の味方みたいなことになっちゃってる。いや、やだな、俺ちょっとヒールっぽい探偵やりたいんだけど。アビー、何か言い残すことはあるか。それ銃撃つ前じゃない。なんかその死ぬ間際の人に言わなくない、あんまり。この自分が手かけてない人に対して。言い残すことなど何もない。ただ言い残すこと何もないって言ってるもんね。ただどうした。なんだアビー。
私は組織の犬となって生き続けてきた。だが今は自分のために生きる、そんな人生があってもよかったと思っている。おう、ああそうだな。それ言い残す言葉、まあそれか、まあ初対面とかだけどね、ほぼアビーと池田さん、それがなんか独特だな、あの言い残す言葉、胸の中に秘めといてもよかったんじゃないか、その思いは。別に死んだのか。いや気を失っただけだ。だがどのみちこの傷だと長くはないだろう、まあ、リールがいないからな。リールがいたらもしかしたらワンチャンあるけど。何をするつもり、今更手当てなんてしたって。どうにも放っておけなくてな。本来ならとどめを刺してやるのがこいつのためなんだろうが、それでも。こんなことを言ったら怒られるかもしれませんが、彼女もこの島の犠牲者のように思います。そうね、気の毒ですよ。気の毒ですか。こいつも全て覚悟の上でのことだ。さあ少し先ほどの話を整理するとしよう。お、整理タイム、整理フェーズ入りました。ありがとうございます、助かりますよ。この島で研究されていたのは不死の技術、そしてそれらの技術の転用によって生まれたのが動く死体とあの化け物。あんな光景を見ていなければとても信じられない話ね。まあ今だととても信用できるわけだけど。そういえば例の脳ハッキングの装置もあったな。技術転用によって人間の脳のコピーを作り出し、逆に人間の脳内にアクセスすることも可能にしたようだ。それだけでも相当にすごい技術だな。ねえ、こんな孤島の研究施設にあるのがもったいないくらいだ。ほんとよ、一人の天才がいるって言ってたもんね。ひょっとするとあの独自プログラムを作り出したのがその研究者ってことなのかも。そうかな。不死研究は頓挫したかに思えたが、完全な不死はある研究者によってすでに完成していた。だが研究者はその力を恐れ、作り出したデータに厳重なロックをかけ闇に葬った。そのロックを解除するのが解除コード。完成した完全な不死っていうのは具体的にどういう形のものなんだろう。機械化による脳細胞の蓄次的置換は難しそうだから。あの単語が難しい。やっぱり生物学的に不死にするってことなんだろうか。その詳細は不明だが、人間の知性を維持したまま不死化できることは間違いないようだ。そしてヴィンセントはその解除コードを狙っている。おそらくは不死の力を自分のものにするつもりだろう。そしてその解除コードを知っているジゼルは今ヴィンセントに捕らえられているようだ。いやジゼル絶対渡さないでしょ、こんなん解除コード。こんなことやっても無駄だと思うけどな俺。例の脳ハッキングを使ってその情報を引き出そうとしている可能性はあるな。あ、なるほどね。それなら無理やり。なるほど。ともかく、だとすると時間がない。ヴィンセントがその完全な不死を手にしたら厄介だ。それまでにどうにかしてそいつを阻止しないと。それが俺たちが生き残る唯一の方法だろう。あんな奴がそんな力を手に入れたら、確かにとんでもないことになる。ね。自分の思いのままに動く不死身の兵隊をどんどん増やして、そのうち世界を支配しちゃうかも。まずいよ。そうなったらもう、体をバラバラにして、料理にして食うしかないもんな、チェーンソーマンが。ありえない。と言えないところが恐ろしいな。ぐずぐずしている暇はない。ヴィンセントの元に向かうぞ。アビー。またな、ここで作戦会議してたんだ、別の場所じゃなくて。その場で作戦会議してたのね。ヴィンセントはこの奥の部屋にいるはずだ。ネネコ、この扉を開けられるか。ちょっと時間かかるかもだけど大丈夫だけど。危なくない？そいつは当然危ないだろう。だが何か起こってもなるべく俺が対応する。お前たちは扉を開ける準備が終わったら俺の後ろに隠れていろ。状況によってはさっきの資料室の中に飛び込め。いいな。わかった。大人だね、引率者。わかりました。こうなったら何でも来なさいよ。もうちょっとやそっとじゃ驚かないんだから。ちょっとやそっとな事件が起こるわけないだろう、とんでもない事件が起こるんだから。それでも驚くな。にょ
妙なフラグを立てないでくれ。じゃあ開けるからちょっと待って。来た、ここでパーソナルワンワンオの登場かい。おー、撃ってるね撃ってるね。まだか、早、2秒ぐらいしか経ってないよ。もう横からうるさいな。今やってるところだろ。さあ、ここで私の勘が働くんですけれども、 BGM が消えましたね。ということはつまりってわけなんですわ。このシリーズでもたびたび言ってるけど、 BGM が消えてちょっとこのほんわかした会話が続いていたら、確実に何かドガーンってとんでもないことが起きます。ちょっとやそっとじゃ片付けられない大きな事件がね。何か今後ろの方から声が。アレックスの驚き方がこの女の子なのはちょっと芸コマだよね。ちゃんとその後の声とかはめっちゃ少年ボイスなんだけど、聞こえない、何も聞こえない。さあ、この中には何が広がっているかね。ああ、何か聞こえたのならそいつはきっと気のせいだ。だがね、猫、なんとなくだが少しだけ急いでもらうとありがたい。分かってる。ねえ、あの、この音何？アキラ、後ろ見るな。暇ならネネコの髪の毛の本数でも数えとき。無理無理、すごい無理だよ。とんでもない本数あると思うよ多分。1本、2本、3本ってこんなの数えられるわけないじゃない。バカにしないでよ。ノリツッコミがここで出た。新喜劇みたいなノリツッコミが出た。ネネコさん、早く。この音何？後ろから来てんの、白長ストーンの悪魔かな。ネネコ、頑張ってる、すごい頑張ってるんだってば。開いた、飛び込め。おー、やっぱ白長ストーンの悪魔だったのか。わあ、すごわあ、何これ。あ、まあ、あれか、失敗した死体たちかな、これは。で、横が今作られてるところって感じ。ノームみたいだね。ヒロアカのノームみたいな感じだもん。何よ、これ、これ、何ですか？何なんですか？吐きそうになってるね。よく吐かないね。二人とも、アキラもアレックスも今吐かなかったもんね、ギリギリ。床一面に死体の山か。培養槽の中に何かいる。培養槽、どうやら中にいる連中は俺たちの方に興味があるらしい。さすがにこのまま進むのは危険そうだ。あたりを調べるぞ。いやいや、調べるとこありすぎって。ありすぎだって。全部タッチしたいけど。とりあえず培養槽。培養槽か。この中に入ってるのは何なんだろうな。あの化け物のようにも思えるけど、中の様子はよく見えないな。まさかここにあるのがいきなり割れて中からこいつらが飛び出してくるなんてことないでしょうね。まさかね。そんなことないよ。危険はないとは思うが、絶対にとは言えないのが難しいところだな。だが、ネネコたちも相当に参っているようだし、ここは無理にでも安心させてやった方がいいだろう。大丈夫だ。中に化け物を閉じ込める構造なら、絶対に壊れないように作られているはずだ。それに、これだけの状況なのに培養槽にはひび一つ入っていないだろう。こいつは絶対に壊れないし、中の奴らも出てくる必要はない、安心しろ。あ、出てくる心配はない、安心しろ。なんか、そんなに断言されると、逆に不安になってくるわ。ね、絶対にとか、むやみに言わない方がいいぞ。僕知ってる。これ安心しきった頃に割れるパターンだ。お、結構映画とか見るタイプかい、ねねこは。絶対に割れる。これ割れる。せっかく安心させようとしたのによ。え、割れるんですか。いや、怖い。てんてんてん、どうしろって言うんだよ。今のは無理だね。池田線のちょっと頑張ってたんだけども、中で動いているのはどうやらあの化け物のようだな。まあ人間がこんな中に入れられたら生きているわけないし当然か。中にいるのがこっち見てる。私たちのことが相当気になってるみたいね。それとも
餌か何かと思っているのかしら。この中から出てきたらすぐにでも襲ってきそう。まあだって興味示してるんでしょ。もしもそんなことになったら僕たちもここにある死体のように。心配するな。状況を把握したら先に進むぞ。いやもう状況を把握する前に進んでもいいと思うけどね。この床一面に散らばっているのはおそらく屋敷の連中だろう。この場所に追い詰められて化け物に殺されたんだろうな。しかしこれほどまでに死体が損壊しているとはひどいな。吐きそう。どうやったらこんなことになるんですか。おえ。こいつらすごいな。ずっと吐きそうじゃない。吐かないんだよね。決して吐かない。ともかく今この場には化け物はいないようだ。とりあえずは危険はないと見ていいだろう。培養層の中にはたくさんいるみたいだけどな。こいつらが出てこないことを祈りましょう。祈るだけで先に進めるのか、この扉で先に進めるのかな。あの先の扉はどこに繋がっているんだろうな。多分別の研究施設に繋がってるんじゃないかな。この辺りには研究関連の設備は見当たらないし。研究施設って何か嫌な響きね。ろくでもないもので溢れてそうだわ。かといってもう後には引けない状態だ。どんなものがあろうとも先に進むしかない。それは分かっているけど。そうですね、どんなものがあろうとも僕たちはもう先に進むしかないんですもんね。いやだ。覚悟決まってないやつが一人だけいるな。一人だけ覚悟決まってねえやつがいるな。ねえねえ子、お前だけだぞ多分。もう行けるか。まだ行けないか。扉にはさっきと似たロックがあるようだが、ねねこ、あれも解除できそうか。できると思うけど、でもどうやってあそこまで行けばいいんだ。そりゃあもう飛んでいくしかねえか。足の踏み場がないんだけど。我慢して向かうしかないだろ。そんな無理無理無理。こんな臓物の海を進むのは不可能。臓物の海、表現がすごいね。おんぶしてくれ。お前何様だ。やってもいいが運悪くバランスを崩してお前を死体の山に放り投げる可能性があるぞ。なんだそれ。わざと放り投げるかのような問題発言。やっぱりどうにかして自力で行くしかないのか。それかこの培養層を伝ってなんかサスケみたいにこう全部捕まっていく。まあ頼むよ。どっち?まあ頼むよって何を頼んだんだろう今。培養素の中は確かに気になるが、そこばかり調べるわけにもいかないだろ。他を探ろう。すいません、なんか怒られた。死体の山、この中には幼い遺体も混ざっているようだ。それってもしかして。ああおそらくこの屋敷の中にいたという少女たちだろう。いくつかは屋敷の人間のようだが、損傷の少なかった死体は例のゾンビに転用されたのかもしれん。死体の数から推測すると屋敷に生き残りがいる可能性は低いだろうな。ひどすぎる。これをやったのもヴィンセントってことなのね。間違いない。これほどのことをしても手に入れたいほどの力か。このままやつをやつを止めるぞ。ええ、最後だけカッコつけたけど。さあじゃあそろそろ行くのかな。扉タッチしていいかな。天井も触れるな。全部触れるな。これ全部触れるぞ。天井とか。天井や壁は暗くてよく見えないな。照明もないように見えるが、もしかすると単に今はついていないだけなのかもしれない。もっとも天井の明かりがなくとも辺りは培養層から漏れる光で照らされているが。天井なんて見て何かあったのか。もしかして何かいたのか。何かいたの。ねえ池田、何がいたの。化け物ですか。どこにですか。何もいない。ただ天井の様子が気になって見ていただけだ。子供たちが引率の大人の一挙手一投足にビリビリしちゃってるんだから。ピリピリしちゃってるんだから。天井の様子が気になるって なんで。状況が状況だからみんなもパニック寸前になっているようだ。あんまり無駄な時間をかけない方がいいだろう。なんで無言なんだ池田。こんな緊迫した状態で池田せも余裕ないのにさ。引率やってんだよなちゃんと。さあじゃあこれ扉の奥かな。
とりあえず扉は開きましょう。他？他な、何？これ？もう限界。こんな光景見てられない。一生のトラウマになる。ねねこは確かにそうね。悪い夢でも見たと思って忘れなさいよ。忘れられたらどんなに楽か。パーフェクトメモリーだからね。でもある意味死体がほとんど原型をとどめていないのは良かったんじゃないですか。体の部位がそのままとかだったらもっと恐ろしかったと思いますし。あんたしれっと恐ろしいこと言うわね。言うわね。将来殺人犯にならないように気をつけなさい。あとこっち近寄らないで。うわ、心の壁出てる。アキラの AT フィールド炸裂してる。そんな、ただ思ったこと言っただけなのに。離れて。いや、すごっ。とっても嫌われてる女の子よ、アキラも。アキラじゃない。アレックスも一応。おいおい、喧嘩するなよ、引率者池田、誕生しました。僕的にはどうでもいい。僕からすると、一目でどの部位なのかわかるし、関係ない。もう、天井だけ見てる。確かにねねこにとっては災難だろうな。首痛い。天井見すぎでしょ。この償いはさせる。償いさせれる？扉か？とりあえず扉後回し？天井か？天井も見ない方がいい？天井の様子がどうかしたのか？何があるんだ？天井だったか？天井には異常はない。そう心配するな。本当なのか？噛み締めてるね。状況確認は手早くした方が良さそうだな。なんだ、他状況確認何？え？バイオス、お、進みそうだね、これ。少し気に、あ、ほんとだ！なるほど、この右側、これ、一個だけ空のバイオスあるじゃん。確かにそうだ、これか。少し気になっていたんだが、バイオ層に一つだけ空になっているやつがあるな。なぜあれだけ空なんだろうか。右から2番目のやつですね。これですね。もしかすると、さっきの化け物は、あそこにいたってことなんでしょうか。その可能性はあるかもな。しかしだとすると、この中の連中が全部外に出されたらとんでもないことになりそうだな。そんな縁起でもないこと言わないでよ。さっきの1匹だけでも、あんなに苦労したのに。こんだけの奴らが外に出てくるだなんて想像もしたくないわ。本当にさっきの奴はこの中にいたのかな。だとすると白長須島の悪魔 N131 はどこに入れられてたんだろう。131だからね。もうこれ131番だからね、ナンバー。どっか別のところに入れられてたんでしょ、多分。もう今はそんなことどうでもいいじゃない。でも確かに一つだけ空になってると気になりますよね。うわ、気になりだしたよ、アレックスが。チタンだ、エルだ。なんで右から2番目の培養層だけが。おお、どうした？ちょっと休んでたんじゃない？ああ、ごめんごめん、休憩してたっつって。ああ、もう出番で、出番で、はいはいはいって裏から出てきたのかな。培養層の中に隠れていたのか。だが中には何もいなかったように見えたんだが、ひょっとすると体を擬態する能力か何かを持っているのかもしれないな。おい、アレックス、大丈夫か？ちょっと気が遠くなりました。もう大丈夫です。無理でしょう、培養層の中にいただけよ。しかしいろいろと調べてみた感じだと、今のところ化け物たちやあたりには危険がないようだ。だが今この瞬間、こいつらが外に出されてもおかしくない。先に進むぞ。生き残るために進んでいるというより死に場所に追い詰められてるって気がするわ。なーに、本当のチャンスは窮地になった時にこそ訪れるもんさ。何よそれ、今思いついた言葉じゃないでしょうね。大丈夫、これあれだから、池田線が高校の頃に思いついたポエムのうちの一節だから。いや、確かに今思いついた言葉だが、多分誰かが似たようなことを言ってるだろう。チャンスをものにできるのは行動したものだけだ。さあ先に進むぞ。ねねこ、扉のロック解除を頼む。ウェイウェイ系だね、返事が。次は怖いものないといいな。この流れで怖いものが出ないなんてありえないと思うけど、覚悟しておいた方が身のためなんじゃないの。慣れてきたね、アキラさん。その通り、その通り。ま、平穏無事とはいかないだろうな。もう嫌なことばっかり言って。じゃあ開けるぞ。お、来ますか、開けるか。これそろそろ最後なんじゃないかい？